3つ目のキーワードこちらです。じゃん。学生八百屋で悩み気づいた、これでいいのだ。はい、バカボンのパワーみたいなこれでいいのだと今は思ってるんだけども、ね、今本当最近です ね、 ね、あのここに行き着くまでにいろんな紆余曲折がありましたそもそもこれ何学生八百屋、あ、これはつながる八百屋プロジェクトっていう学生団体なんですけど、うん、はい、私が農学部の4年生の時に仲間と一緒に立ち上げた団体で、うん、はい、札幌近郊の農家さん 20-30 軒なんですけど、うん、花農家さんとか椎茸農家さん、お米やお野菜を作ってる農家さんがいて、そこから直接お野菜を買い付けて、で札幌の北区のインザループっていうカフェがあるんですが、うんうん、そこのお店の店頭をお借りして、はい、まあ、地域のそこがホロキタという町内会なんですけど、あ、まあ、町内会と連携をして週末の八百屋さんって形で学生が主体的に運営する八百屋で、はい、まあ、双方向に地域の方とコミュニケーションを取るような八百屋さんとして運営を始めたんですよね。あのこれあれですか、はい、行政のサポートとかアドバイスは入ってるんですか、はい、途中そうですね、やっぱり町内会と連携するときに、あの町づくりセンターっていうのが町内会ごとにあって、あの幌北の町づくりセンターですとか、あとは北区役所の、あの職員の方にもすごくこう やる中で目をつけていただいて、一緒にちょっとこう、まあ、ご支援というか、こんなことやったらいいんじゃないかっていうふうに一緒に何かをやらせていただくことも増えてきていて、それもすごくなんか楽しいですね。何年目になるんですか？と2011年の9月からなので、まあもうすぐ2年かな、まあ1年半ぐらいですかね。あ、はい、どうですか振り返って。いや、なかなかそのもともと農業を勉強して、うん、大学で勉強していたんですけど、はい、でもなかなかその卓上の勉強だけで、例えば農業問題で後継者がいないとか、うん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 、農村が過疎で担い手がいないとか、なんかもういろいろあるんですけど、うん、なんか実感がなかったんですよね、そういろんな課題とか、うん、で自分が勉強してるのに全然それを解決できてないじゃないかっていう葛藤があって、はい、うん、しかも知ることもできてない、それ恥ずかしいなと思ってて、まずはその現場で知りたいなと、実践する中で自ら学んで考えて何かそれを見つけたいし、はい、何かできることが今の時点でもあるならやりたいなと思ったんです、まあ、そうして一つのタイミングとして、まあ、地域の方とこうお話する中で、八百屋さん、うん、新鮮なお野菜近くであったらいいよねってみたいなことを地域のおばちゃまに、うん、はい、おばちゃんに言っていただいて、じゃあやろうかなって友達、うん、とこうやって、はい、なんかもうそこから10日間ぐらいで団体作って、で八百屋をやり始めてんですけど、はい、うん、なかなかその自分のやりたい、まあ、ビジョンといいますか、はい、なんか生産の現場と消費の現場をつなげたいとか、はい、うんうん、農村と都市がもっと一緒になんかやれることないか、うん、つなげたいなっていうのは、まあ、なんとなくこう、 こういうことがあったら農業問題良くなるんじゃないかなっていうのはもやもやとはあったんですが、はい、そこもはっきりまだしっかりとしたものを持てていなくて、うん、で八百屋っていうところにどう落とし込んでいくか、はい、ビジョンを割り引いて、そのじゃあ今やってるこの八百屋のお野菜を買い付ける電話とか、うん、あとはその準備とか、これどこにどうしてそこにつながるんだって、つなげてどうすんだとか、はい、でちょっと悩んで、うん、活動にちょっと追われ始めて、なんか2週間に1回やるっていう宣言したので、うん、はい、もう最初に決めちゃったから それをぜひもうね守っていこうと。そうです、農家さんに対しても、はい、町内の人にとっても言ったので、言っちゃったから申し訳ないと思って、はい、なんとかやろうってする中で、うん、だんだんなんか私がまあリーダーとして代表としてやったんですけど、うん、なんかメンバーの顔が暗くなってきたんですよね。なんだか楽しくないみたいな、はい、なんで大変になってきちゃった。本当にそうです、4年生の後半、まあ、4年生の子も多かったので卒論があったりとか、学生も実は結構大変、忙しいんですよね、うん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 、その中でやっぱ2週間に1回やると1週間ぐらい潰れるんですよ、八百屋の活動だけで、まあ、直接こうお野菜を買い付けたりとかを大切にしてたので、はい、まあ、土曜日に全部レンタカーを借りて、こうそこからやってたんですか。そうですそうです。千歳、栗山、南ポロ、東別、札幌市南区、ぐるっともう1日かけて回って野菜を各農家さんから買い付けてきて、お金と会計の処理をして、で野菜を全部整理して、その価格表みたいなのを作って、レジのなんかを作って、で当日の朝その台とか、あの布とか配置とかやって、でまあ10時から16時まで販売するじゃないですか、対応して、で終わった後も片付けがあって、余ったお野菜どうするの、どこに、誰が買うとか、一応そのインタループである程度は買ってくれたんですけど、もったいないからちゃんとしてとか、で終わった後また会計整理と共有とってしてたら、あっという間に1週間がもうそれだけで作業量が半端なかったので、まだそれを効率化する方法とかもなかなか見つけられないまま、まず走り出しちゃったんですよね。それだんだんみんな苦しくなっていたんですけど、代表としてそれを
なんとかしたいなと思いつつもできなくって、うん、はい、それは自分でもすごく辛くって、みんなと楽しくやりたかったのに。そう、本来みんなと楽しく農家と地域と学生とこうつなげてって思ってたのに、それぞれにハッピーにウィンウィンにしたかったのに、うん、学生がなんかどんどん疲れてきちゃって辛そうに見えてきちゃって、自分としては残念だよね。そうですね、農家さんとか地域の方にも喜んではくれてて、うん、まあ、農家さんと地域の方の交流会をやったりとか、はい、お料理教室をやったりとか、いろいろやってるんですよ、その間にも。なんか農村振興の取り組みとかを、はい、ニーカップ町の役場の方と一緒にやろうとかって、いろいろ幅広くやってたんですけど、うんうん、なんかしっかりとした目標、これを達成したらどうなるんだっていうのをちゃんとできていなかったので、うんうん、なんとなくその終わった時に、うん、なんとなくありがとうとか、うん、よかったって言ってくれるけど、うん、でも本当はどうなんだろう、自己満足じゃないかな、自分たちがやってる、うんうん、みんなの気持ちを分かっているみんな本当になんかハッピーになってるのかなって、不安になってきちゃう。それでみんなも多分、僕もそうだったし、うん、メンバーもそれがはっきりと自分もこう役立てているとか、こう成果貢献できているっていうのがなかったから辛かったと思うんです。まあ、それになかなかこう気づきながらも活動に追われてできない時期が1年ぐらい、はい、うん、まあ、幅は広がっていったんですけど、まあ、苦しくって、まあ、去年の10月に一旦僕も就職活動があるということで、まあもう後輩たちに一旦任せるから、ごめんちょっと一旦離れるわと、距離を置こうと思ったんですよね。なるほどなるほど、はい、それももしかしたら自分としては結構勇気のいるというか、それは勇気がありました ね、なんか責任感強くて、なんかつい自分でやらなきゃって、自分でやろうとこうどっちかって抱え込む方で、ね、子供時代の頃から今までの話を振り返るとね、はい、学生にちょっとじゃあ任せるよって言って離れる自体もあんまり今までなかったかもしれない、ね、そうです、それもできたっていうのはすごく自分では大きかったんですよ、任せられる、はい、うん、なんか仕事をつい自分で全部なんかみんなが苦しくならないように囲っちゃったりして、うん、結果的に自分が回らないから、うん、みんないやもっと進まないよとかってなったりもしてたので、うんうん、それを手放すことができ始めたんですよ、はい、全部自分でやらなくてもいいんじゃないかって思い出して、で、まあ、ちょっと離れて整理をして、はい、うん、まあ、自分は研究とか実験がまず第一なので、うん、それをやりながら、はい、まあ、いろいろ考えて、うん、で就職活動が始まって、はい、やっぱエントリーシートを書くってなると、これまでの活動、学生時代一番頑張ったこと何かみたいな、やっぱ書きますよね、いっぱいあるじゃないか、うどんの話とか、うどんから始まって学生八百屋の話とか、まあ、書くんですよね、うん、なかなかでもその時は活動自体がもやもやっとしたまま、どこに行き着くのか分かんないままつなげやってたから、言葉になかなかうまくできなかったんですけど、まあでもそれでもなんとか分からないなりに言葉に頭の中のこうブラックボックスの中から取り出して形にしようとし始めたんですよ。そうすると結構整理がされてきて、なんか形になってみるとまた、あ、こういうことかって自分でフィードバックがあったりして、でいろいろ整理する中で、自分八百屋だけとか、うん、自分だけでできるわけじゃないんだと、はい、抱え込まなくていいんだと、はい、みんなでやればいいんだと、農家さん、うん、地域の方、うん、周りにいっぱいつながった人がいるじゃないかと、うん、行政の方もいるし、うん、農村の、その役場の方もいるじゃないか、うん、あ、やってきたのは無駄じゃなくて、うん、すごくつながりができていると、うん、でもそれを生かしきれてなかったし、うんうん、もっとみんなとヒアリングして、はい、何がやりたいかを聞いて一緒にやればいいじゃないかって思った時に、はい、すんごく楽になって、あ、やっと自分のこう立ち位置というか見つけたっていうかやっとそうか、僕これをやりたかったんだっていうのが腑に落ちたんじゃないですかね、はい、そうですね、なんか組織を作りたいとかじゃなくて、なんか装置を作り、仕組みとか装置が作りたかったんです、社会的な装置みたいな、うん、それがうまく機能していろんな人がそこで集まったりとか、はい、みんなが自分ごととしていろんな社会課題を、うん、に取り組めるような、 なんか総力戦で、うん、これからやっぱりそうしなきゃいけないなって思っててみんなでこういろんな課題を解決しようってみんなが思って、みんなが未来のデザイナーであり社会のデザイナーなんだなって思ったんですよ、まだ若いのにね、もう手先から感心して聞いてしまって役所に勤めればいいのにそれもちょっと思って、まあ、今行政も見てるんですけど、今は結構でもビジネスなんか普通の民間を見てて、うん、なんでかというと、今まではそういう大きな行政から法律とか制度とかお金でもって社会を作ろうってしてきたと思うんですよね、うん、それもこれからも絶対そうじゃなきゃできないことがあって必要だと思うんですけど、うん、なんかそれがやはり自分から遠くなりすぎたから、うん、なんか今の国、日本の国がおかしいのは国会議員のせいだとかってなんか思ってしまいがちなんですけど、本当はそんな私一人一人が、うん、思うような将来やりたいこととかが1億2000万人集まって、そのビジョンの総体が未来のビジョン、日本全体のビジョンで、そうして日本の社会がこれからできていくんだなって思った時に、あ、
いや私自身も未来デザインしてるじゃないかと、あみんな私もみんなも未来をデザインしてるじゃないかって、みんな表現者でみんなデザイナーなんじゃないかって思って、そしたらなんかできることあると思うし、うん、そんな大きいことやらなくてもいいと思うんですよね、うん、なんかそれを課題を自分事として考えて、うん、じゃあ自分はこれはできるな、うん、そうやってみて、うん、ただなんかつながっていくと思うんですよ、何かがそのわらしべ長者のように、最初なんかわかんないですけどやってみたら、なんかわかんないけどそのうどんコミュニケーションさになってしまったみたいな、結構そういう、そこを狙ってスタートしたわけじゃないもん、そうですね、まずはやってみるっていう、そういうのがあると思ってて、うん、僕はまずその装置とかきっかけを作って、まず自分が動いて仕掛け人になって、でなんか僕自分がアメーバのように、はい、こうサイズも自由に広げられるし、うにょうにょ動くこともできると、どこともつながれる、そうつくつく移動もできるみたいな、で最初なんか、まあ、アメーバの人もいると思うんですけど、そうじゃない人もなんかくっついてるうちに、あれ俺はアメーバになったみたいな、あれ気づいたらうにょうにょ自分も動けて、なんかすごくなんかできるぞってなって、はい、どんどんみんなが自分ごととしてそういう課題に取り組んで、仕掛け人になっていって、またそこから発信、個人から、これからは個人が発信できる時代だと思ってるんです、なんか上からこう作っていくっていうよりは、子から一つ一人の子がやっぱりインターネットっていうのが大きいと思ってて、はい、何かこう表現できる場があるし、発信できるので、そういった小さなムーブメントがこう、ま、大きく巻き起こって社会が変わっていくような、きっとそうなると思ってて、自分はまずは、まあ、早めになんか今は気づいた、早く気づいたので、気づいたことを伝えて、まずできること、ちょっといろいろやりたいことが、それなんか自分でも楽になって楽しいなと、ワクワクするなって思い出したら、はい、あ、これもやれるな、あれもやれるなと、自分でできることがいっぱいまた見つけてきた、自分だけでしなきゃいけないんじゃないから、うまくそことつながる人を見つければできると思って、はい、まずはそれをまず今言葉にしていて、できることから焦ってやる必要はないと思ってて、見える炎が見える、おすごい楽しい、だからもう人生って楽しいですよ、本当人生幸せだなって、若いのに、ね、こんなに幸せでいいのかって、やっとなんかここ3ヶ月ですか思ってて、本当この3ヶ月がもう劇的にいろんなことがあったみたいで、不思議ですね、まだまだこの熱い思いの続きを聞きたい人はどうだろう、その八百屋に行くとか、はい、うどんのイベントに出てみるとか、フェイスブックページがありますよ、フェイスブックページ下に貼っときますので、うどんコミュニケーションのフェイスブックページとつながる八百屋プロジェクトっていう、その八百屋のフェイスブックページとかホームページも、八百屋の方はホームページもあるんで、うどん、いろいろやりたいことは、うどん大学を作ります世界の人がみんなうどんを打てるようになりますとかうどんでつながる、うどん、そうなんですよ、世界平和みたいな、そうです、うどんでもつながるんだっていう、何でもいいんだなって思ってうどんでいいんだったら俺じゃあなんか餃子でやろうとかさ、なんかいろいろみんながやったらいいと思うんですよ、別に囲わなくて、みんななんかなんとかコミュニケーターになればいいなと思ってて、そうですね、まんじゅうコミュニケーター誰誰とか僕はラジオコミュニケーターとか、ラジオコミュニケーターとか、あの面白いサンプルがここにありますのでチェックしてみていただきたいと思います、はい、そんなわけでですね、今日お迎えしましたのはうどんコミュニケーターの中野信弘さんでした、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、さよなら、さよなら、またありがとうございます